日のいい飯は、塩川にあるね若竹や本ちゃん。ここね、うん、意外と知られてないんやけど、なんかねソースカツ丼も結構有名で、英語っていう人いるよね。うん、まあちょっとやってみますか、ね、山の帰りやしね、うん、入りましょうって。こんにちは。若竹おすすめはカツ丼やな、うん、すいません、カツ丼とソースカツ丼、はい、はい、お店はこんな感じで、今はもう時間がね4時から空いてて当然なんですけど、お荷物こっちどうや、この森すごいな、うん、美味しそうな、カツ丼や、カツ丼食べるのも久しぶりやな、うん、おいしそう、いただきます。これですよ、こういう感じで、うん、これ、なんかおしっこ、うん、こんな感じの、どう、うまい、うん、うまい、うまい、当たる、なんかいや、そういう風に言うんだよ、ね、あの知ってる人は、うん、じゃあ、食ってみましょう。いただきます。お、すごいな、おいしい、うん、うん、お、うん、うん、なんか大人の味やな、うん、上手に生姜が効いてて、うん、うん、うまいよ、うん、全然美味しい、なんかオイルが入ってると思うんだわ、うん、うん、生姜、うん、全然合うから、全然合うかな、山の帰りだから食べれる感じだな、これは来てよかった、久しぶりにお母ちゃんのカツ丼食べたなっていう、お母ちゃんのカツ丼食べたな、はい、ポンちゃん、若竹さんの
どうやった？美味しかった。うまかったな。うまかった。ボリュームもすごいな。うん、肉厚でな。ボリュームもすごかった。また見たくなる。大きな味やな。ほんまや。